久保さん、僕、兵藤会長のね、この、わしは身に染みているんだ。土下座の無意味さについて、腹の底からなと。僕、このストーリーがすごく好きなんですけど、あの、ま、あこれ、南の帝王と一緒なんですけども、ま、あ昔、兵藤会長もね、金貸してたわけですよ。ね、困ってる人にね、あの、会長返してくれな、なんとか、みたいなね。じゃあ、いい、じゃあ、しょうがない、みたいな。いや、こい頑張れよ、みたいな。で、返済日になったらね、なんかあの、返せって言ったらね、 ななんかそのあのあ悪党だみたいなこいつは、うん、なんだ、うん、どんだけ頑張ってこう言ってんのに、うん、聞いてくれないと何なんだみたいな目くじら立てるみたいな借りる時はめちゃくちゃペコペコして <laughs> ありがとうございますヒょウト会長みたいなでまあその約束の日ですよね。<laughs> 返せって言った、言ってるだけなの。別にその契約通りに返せって言ってるだけなのに、その貸した人は、こいつは悪だなと。取り立てしやがって、みたいな <laughs>。で、陽道会長がそれでいろんな経験をして、で、その土下座の意味なんかクソくらいだと。一番精せい一番の精神誠意があるならば、なんだ、その返済期日にしっかりと返すことだと。それ以外の、あれは全くないというような、そのストーリーが僕めちゃめちゃ好きで、 まあ本当にその通りだなと思うんですよね、うん。本当に誠意があるんだったら返済期日にお金を用意する。何とでもお金を用意してくるっていうのが本当の誠意というかね。まあ当たり前のことなんですけどね。なんかこれがもう本当、なんか変わっちゃうんですよね。だからその南の低音もすごく好きなのはそこなんですよ。マンダさん、金ちゃんなんとかなりませんかなみたいな。で、金ちゃんが取り立てに行くと、鬼やみたいになるわけじゃないですか。<laughs> これがね、人間の本当に僕はロジック、面白い人間っていう動物の不可解なね、面白いロジックだなと思います。でもこのロジックをしっかり客観的に見て、そういう側面があるんだなっていうところで、まあ自分はじゃあどう,どうすればいいのかっていうところで、まあ,あの学びに変えていくっていうことが大事なんじゃないかなと思いますけどね。いってらっしゃい。